はい、皆さんこんにちは。It's your TV プラスミュージック MC を務めさせていただきますさとこです。よろしくお願いします。そしてこちらシンガーソングライターの鈴木辰徳です。よろしくお願いします。いやー、いよいよ第1回が始まりましたね。どうですか？緊張しまくってます。緊張しまくってますね。バクバクです。ここにね、汗が光ってるんですよ、もう。じゃあとりあえず、深呼吸でもして落ち着けましょう、はい、せーの、吸って吸って吸って吐いて、はい、どうですか？はい、はい。それでは落ち着いたところで私たちの自己紹介からしてみたいと思います。それではどうぞ。はい、心に染み当たる素直な歌声を届けよう、鈴木辰徳です。お願いします。はい、それではジューシー、ハッピー、ヘルシー元気いっぱいの石井さとこです。よろしくお願いします。ナイス。はい、では2人でこれからも元気よくやっていきたいと思います。はい、ということで今日のテーマはシンガーソングライターを目指す辰徳くんの初めての曲、ありがとうを紹介したいと思います。はい、はい、では辰徳くん、この曲を作り始めたきっかけや何かエピソードは、っていうのは、はい、高校1年生の時にちょっと病院で入院しちゃったことがあって、はい、その時に肩身離さず持ってたウォークマンを見て、でそれに心を救われた。お、でその気持ちを今度は僕が皆さんに届けたい、そういうピュアな思いで。すごいね、はい、16歳の時、16の時ですね、はい、じゃあ早速そのありがとうを聞いてみたいと思います。今ワンコーラスを聞いていただいたんですよね。はい、はい、いやー、そうですね、ありがとうっていう言葉を題材にした曲って結構あると思うんですけれども、うん、すごく優しく、そして辰徳くんのね、16歳の辰徳くんのピュアなとっても優しい曲でしたね。ありがとうございます。素敵な曲です。これはこの後は何番くらいまであるんですか？この後2番が続いて、で最後締めでもうワンコーラスが、そうですよね、この後も素敵なメロディーが続くんですよ。はい、ぜひ気になった方はどこに行けばいいんでしょうか？自分のホームページが今度作られるらしいんで、
そこに行ってもらって、はい、ぜひチェックしてください。はい、それでは、この辺で、はい、今日はまた、では、じゃあね、はい、ありがとうございます。